はい、今回は大阪万博についてのあっと驚く裏事情と維新の会についてこちら考えてお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、僕はですね。えー、ま、大阪万博というものを開催することについて反対なんですね。この裏事情っていうのはまあどういったことから、これがまあ成り立っているのかと。でえー、まあ国民のためには全くならないんですね。むしろ国民のまあ、負担となる可能性が高いえー、そういったことがあります。で、ここに。 まあ、維新の会というか、まあ、自民党が、維新の会と自民党が深くあの関係しているという、まあ、そういった話を、えー、今回は考えて、えー、調べてお話していきますので、今回もよろしくお願いいたします。 まずですね、いくつかいろんな情報があるんですが、まず一つあのニュースのま情報から考えていきまして、まあ、こここれがちょっとまたおかしいんですよ。その後ま SNS の情報とかもありますので、そこら辺を考えながらお伝えしていこうと思います。ままずですね、まあどういうまあニュースの内容かというと、まあ、こういった話なんですね。 あの海外パビリオン建設の遅れが指摘されているまあ大阪万博っていうか、パビリオン、一軒も入札入ってないはずなんですけど、岸田はまあその関係閣僚と話して、自分が先頭に立って準備に当てるとかっていうことなんですね、岸田が乗り出したわけですよ。 でこの2025年に、えーまあ、よって開,催開催予定の大阪万博、えー、パビリオンの入札が入っていない、建設が遅れている、あるいは会場建設費があ、まあ、高いということで、えー、多くの不安の声が出ているわけですよ。 で岸田と、まあ、吉村っていうね大阪府の知事が、まあ、話し合ったということなんですが、まあ、ここら辺からいろいろ話がまあおかしくなっているわけですが、え岸田はですね内閣総理大臣として万博成功に向けて政府の先頭に立って取り組む決意でありますと言ってますが、えこんなのを決意しないでさっさとやめた方がいいんですね、え無駄な税金、公金を使うだけだから。うん で岸田はあ準備は極めて厳しい状況にあるということで、えー、まあ,あ関係省庁を挙げて、えー、政府として、えー、まあ、参加国と意思疎通を強化し取り組む加速していく必要があるって言ってますがもう間に合わないでしょうね、えー、全くもう、えー、無駄で、えー、国民のためにならない、まあ、しょぼい、そういったまあ万博としか思えないんですが岸田はあね、えー、そんなことを言っていると。でなんか えー、吉村と、まあ、大阪市の市長の横山っていうのが。 オールジャパンでラストスパートとかね、えー、何やら意味の分からないまた英語を使ってるんですが、で大阪万博はあもう開催まで600日を切って、えー、まあ、資材価格が高騰している、あるいはパビリオンの入札が入ってない、えー、そういった状況です。で吉村はあの大阪も国と一丸となって万博を成功させたいとかって言ってるんですが、明らかに、えー、この段階でもう無理だとしか思わない、無理、無駄としか思わないんですね。ここの、ねえー、こののね先ほどの オールジャパンとかねラストスパートとかなんか変な英語使ってますけど、東京オリンピックの時もこのオールジャパンっていうのをま使ってうまくいかなかったと、こんな、えー、意味のかんない英語を使ったところでねオールジャパンラストスパートってうまくいくわけがないんですよ。うん この時点でも、ね、税金、公金も無駄ですし、何せ国民のためではない、えー、うまくいかないことは分かっているので、本来であれば即刻中止とするべきですが、なぜか岸田も強引に推し進めると、まあ、岸田と、えー、この吉村、大阪、あるいは維新、ね、の会が強引に推し進めると、でえー、このです、ね、裏事情について触れているまず SNS の投稿があるんですが、 こういったことなんですね、えー、松井とか橋本っていうまあ維新の会の、えー、まあトップがあ安倍と菅に頼んで、えー、この大阪万博をこぎつけたと え岸田はあ内心はですね自分は関係ないと思うのかもしれませんが、えー、まあ、そうも言えないと、で吉村が責任逃れするのはおかしいとてことで、もうだから、維新の会とか大阪は、ですね多分うまくいかいかないと思ってるんで、やめたいっていう本音もあるんでしょうね、おそらく。で、えー、この大阪万博を決めたのは維新の会ですからね。うん で、えー、まあ、維新の会はあもううまくいかないと思って、えー、まあ、投げ出したいと思ってるのかなんだかわかりませんが、表面上は、えー、まあ、維新の会も大阪も岸田もやるっていうことを言ってるんですね。うんで えー、今度は別の SNS の意見がありまして、えー、このようなことも言われてるんですね、自民党と維新の会のゴリ押しによる大阪万博、あるいはカジノ IR を、まあ、無理に推奨してきたと、こういった無理、えー、自民党と維新の会の無理でたらめから、えー、もうやめることができなくなったと、まあ、言ってるわけですよ。で 自民党と維新の会って言うんですが、維新の会は自民党なんですよね、維新の会イコール自民党なんですよ、代表の馬場があ、ね、維新の会は第2の自民党と言ってますんで、で自民党という機民政策をするところと維新の会っていうのは同じですからあ、ね、自民党と維新の会が日本をどん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 、日本国民をどん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 厳しい状態に持っていくと、まあ、そういった、えー、話です。 で今度はあ、まあ、別のまたニュースがあるんですが、ここにですねこの本当の目的というか、あなんというか、あもう、ね、売国・機民政策、まさに国民のためにならない、そういった話ですね。でこの海外パビリオンというのに入札が入っていないんで、えこの大阪万博ってえかなり今、厳しい状態にいるわけですよ。 で、えー、岸ナはあこの自分と、まあ、大阪とかあ、まあ、含む含めて、えー、まあ準備を進めて、えー、まあ頑張るとかって言ってるんですがもうね2年切ってるわけですよで今度ここなんですよね日本,建設業日本建設業連合会の、えー、まあ清水建設の会長である宮本っていう人がですね もう建設が間に合うのか非常に心配していると、まあ、警笛を鳴らしているっていうことなんでおそらく間に合わないでしょうね。うん、で今さらもう慌てても,もう無理なんですよ。で今度はなんか意味がわからないんですが海外パビリオンを、えー、プレハブの建て売りにするとかそういうなんか変な話が出てきているみたいなんですが全くしょぼいわけですよね、そんなことをしたところで,でやっても,もう意味がないんで本来であれば中止にするべきなんですがそういうことはしない。 で今さら焦るんですが、政府、ただ、もともとも、ね、のなんていうのかな、発案段階から無理があった、パビリオン建設っていうのは、もううまくいかないってことは、事前に分かっていた。 建設業界というのは10年前から人手不足っていうことが分かっていた、そういったことを政府は分からなかったのだろうかということなんですが、おそらく分かっているか分かってないかではなく、このですね、なんていうのかな、大阪万博をやることによって国民のためではなく、このね経団連、経済同友会っいうかいったものたちが儲かる、あるいはですねその後の増税に話を持っていくとか、そういったことが考えられるんですよ。でこの もう万博に関してこのなんていうのかなてうか省庁の間で議事録っていうのが出てるところパビリオン建設については全く議論がなされていない全く緊張感がなかったとっいうことでもう全く分かってないわけじゃないですか。 うん、でこの大阪万博っていうのはあ注目されているのかいないのか分かりませんが、えー、もうしょぼいのもいいところなんですよこのままいくとね、うん、でこのおなぜ、えー、今の今までこういうのを放置していたのかっていうのを理解もできない、うん、で、えー、この、えー、プレハブとかって言ってもコストもどんどん高まるしねえ何、ー、ていうのかな建物がどうなるか建物の機能性も重視するとかって言ってるんで 結局どういうことになるかという,と,、えー、こう,いうことになるんですね。えー、会場の建設費は当初1850億円だったが最終的に3000億円になるとでこの予算は会,設会場建設費の予算の3分の1は国に負担するということなんで どういうことかっていうと日本国民としてはこんなね望んでいないものをして増税されるっていうことが、えー、ひどい話でしかないんですがこの万博協会っていうのには。 経団連、経済同友会の人間たちが多数入ってます。ここの人間たちの利権であるかことが考えられるんですね。だから大阪万博っていうのはあ、そのカジノとか IR の利権だったり、これをやることによって、えー、税金、公金を引っ張って、この経団連、経済同友会の人間たちがもうかったりとか、でその後、ですね国民に対して増税を課す、えー、そういったことが考えられる、でこのこすでにですね会場建設費1850億円があ3000億円程度になる懸念があるので、もうやめろって話なわけです、今の時 時点でねしかし、や、えー、めず、えー、どん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 税金を投入して、その後、増税するっていうことで、岸田っていうのは、口では国民生活を守るとか言ってますが、全くのでたらめで、国民生活はどん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 厳しくなっていくっていうことです、僕はあのずっと思ってるんですけど、なんとか大阪万博を中止できないものかと、えー、思うんですよ、うん、まあ、ど,どうしていいかわからないんで、えー、もうそうとしか言いようがないんですが、全く国民のためにならないじゃないですか。 経団連、経済同友会が儲かる、であるいはその大阪万博の後増税という形で税金が国民に降りかかってくるというような感じ、でこれ以上の増税を繰り返すと、もう日本経済、あるいは日本国民の生活が破綻する、そういったことが非常に高いと懸念されるこれ話なんですね。 で意外にですね大阪万博というのにあんまり関心がないっていう人がいらっしゃるみたいなんですが、これ、国民に対しての増税のね、えー、まあ、案であるっていうことから、日本国民がちょっと本当ね反対するとか、どうにかして声を上げるとか、そういうふうにならないと厳しい内容であると思いましたので、今回、こちらについてお伝えさせていただきました。 まあ大阪万博についてのあっと驚く裏事情っていうのは、要するに経団連経済同友会の儲けであったり、その後の増税であったり、そこには維新の会と自民党が深くつながってるっていう、そういった話ですので、何かしらお役に立っていただけるところがあれば何よりです。もうね、本当に大阪万博あの開催判定っていうのも一択だと思いますね。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。